トラック、あれがあそこが陸上の背景に変わるそうです。あ、どうもこんにちは。あとおすずの部屋ですか。あ、フルッキング TV、 すいません、撮影してます。あ、 YouTube とか映って大丈夫ですか。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。フリー素材なんで大丈夫です。よろしくお願いします。失礼します。を迎えるというところで、大会の方がラストスパートとなってます。2時まで、大会が行われ、そこから続々とこの帰着が始まるという、そういう感じでございます。それでは陸上メンバー4名召喚したいと思います。ほいほいほーい、はいはい、お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。すごいことになってますよ皆さん。やばい。いや、見た？ちょ、見たっていう人。いや、ちょ、すごない？すごい、すごいよね。一般部門を、はい、バスクリン部門が上回ってるんですよ。おお、すごい。最初はグー、じゃんけんぽん。おー、さあグーの人。3人で一回やっていきましょうか。いやいや、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、はい、いらっしゃいませ。ようこそ。ザップ V 出し教室。今、いらっしゃいませ。ザップ V 出し教室。モザイクかけたか。いらっしゃいませ。ようこそ。ザップ V 出し教室。はい。断面がこうなってるのか。V 出しはご理解いただけますか。はい。はい、で、ダムに刺すと、ミンチラキってこうなる。あー、倒れた。V 出しをすると、これ一回見せた方がおもろい。いくよ、ドン。あら、こんなに違うんですか。ドン。え、どう刺しました今ね、真ん中よりもちょっとこっちが、あ、ちょっとこういく、そうそうそう、はい、ちょっと刺して、はい、こういってぐる、大丈夫かな。おー、フルフッキング TV です。久しぶりのバワさんです、はい、こんにちは。こんにちは、ババなんとかです。いやいや、ピアスに行く。そう、決して怪しいものではございません。怪しいものではございません。めっちゃ黒い。やばいよね。色のあれコントラストですよね。
同じ色して。はい、ちょっとこう涼しいところがないとやっぱり大変なので。神です。唐揚げ、これが塩、これがチキン、ハニー、ハニーなんとかですよね。ハニーチーズ、チキンチーズ、そのバーガーにハリー、手を合わせてください。合わせました。いただきます。いただきます。送るよ。カレーめっちゃうまい。うわ、いいな。めっちゃいいやん。これやばくない？やばい。全員全員食べたもう今回はだから物販コーナーで購入していただいたら、うん、抽選券がもらえるんですよ。そうですね。ほんで、先裏でね、うん、その抽選券のアイテムをちょっと見てたんやけど、これがね、これやってる最中からどんどん増えてきて、ものすごい今豪華なことになってて。なんでキャスティング対決はですね、お客様対応していたらなんと一番最後になってしまいました。ものすごく。もう物販がほとんど売り切れてしまいまして、皆様にお見せできるものが少なくなってしまいました。でも見てこれ、すごくない色、やばくないですか。全視線を集めていくよこれからね、キャスティング対決なんだ。はい、それでは最後の挑戦者、そうね、まあ、いちきさんがこれで1本入れた場合は3人での戦い、2本入れた場合は優勝。3、2、1。それでは一木さんの2投目、おー、最後の挑戦者の最後のキャストで結果が決まるか決まらんかっていう一番動画的に美味しい展開、さすがでございます。それでは一木選手、最後のキャストお願いします。レイラ登場してください。準備してたのね。いい感じじゃないですか。それで、おめでとう。拍手。クイーンだー。素晴らしいね。今回の、バスクイーントーナメント一般部門の表彰をやっていきたいと思います。ではまずシール撮影、写真撮影何枚かいきます。3、2、1。レイゴン、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとう。お疲れ様でした。頑張ったね。秋の陣頑張りましょう。また頑張りましょう。本当ですね。ね、ホイジャーノ、ホイジャーノ言ってもらって。ホイジャーノ今から全員部回ります
さん、セイナ姉さん、お疲れ様でした。お疲れ。声がだいぶ声出るようになった。治りましたね。だいぶダイレクトのおかげで。お疲れ様でした。また秋よろしくお願いします。じゃあ8月21日に琵琶湖で、はい、2人でイベント釣りイベントボート大会、やりますんで、ぜひ琵琶湖に来てください。お待ちしております。おいじゃーのーありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。楽しゅうございました。よかった。本当に楽しかった。本当に楽しかったね。ちょっと秋の陣はもうドキドキがね止まらないですよ。もう手汗と鼓動じゃない動機がそれは多分病気か病気かな。手汗と動機が止まらないけど、ね、秋の陣はね頑張ろう。楽しみ。それは楽しみだよ。楽しかった。また秋の陣よろしくお願いします。おやめよう。おできるみたいな。おやめよう。バイバーイ。おいじゃのこれやっていたマジ。おいじゃのあたさんがいました。あたさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。だいぶ枕な感じに前になってきたけども、お疲れ様でした。ありがとうございました。また次のイベントで、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。おいじゃーのー。おいじゃーのーお疲れ様でした。 BQF 無事に終わりました。皆さん来ていただいてありがとうございました。いや秋の陣ね、これからね、だってあと何人6人5人、あと5人新しい戦う人たちが入ってくるということで、より一層気合を入れて秋の陣絶対勝ち取りに行きたいと思ってますので、応援よろしくお願いします。